ネクロノミコン、ネクロノミコンは、怪奇作家ハワード・フィリップス・ラブクラフトの一元の作品に登場する架空の書き物である。ラブクラフトが創造した、クトゥルフ神話の中で重要なアイテムとして登場し、クトゥルフ神話を書き継いだ他の作家たちも自作の中に登場させ、この書物の遍歴を追加している。アラビア人、アブドル・アル・ハズラット、アブドゥル・アル・ハザードや、 アブドアルイコールアズラットと記される場合もあるが、表したとされる、架空の魔導書。複雑多岐にわたる魔導の奥義が記されているとされ、それゆえか魔導書そのものに邪悪な生命が宿ることも、あるという。チャールズ・ウォードの奇怪な事件では、ジョセフ・カーウィンが、イスムのこと、カールーンの2世代で所有し、地を越えたり、地下の大群を出現させたりする準備をなした。カーウィンの所有した、 魔導書は襲撃によって失われたはずであったが、なぜか現代に舞い戻る。また、ダニッチの回では、不完全な英語番外世界からの怪物を召喚させるために用いられ、逆にそれを撃滅するためにも用いられた。ラブクラフトがこの魔導書の表題をギリシャ語としつつも、起源をアラビアとしたのは、アルマゲストの表題の逸話から着想を得たものであり、ヨーロッパでは、 ローマ帝国崩壊後に原書が失われしまった、プトレマイオスによる同書がアラビアに伝わって保存され、発展し、ルネサンス期にアラビア科学として逆輸入された歴史的事実を踏まえたものであると、知人に宛てた手紙の中で説明している。かくして本書は、失われた古代の知識という雰囲気を作り出すための道具立てとなった。ネクロノミコンは架空の書き物であり、本来は、 クトゥルフシリーズの中でのみ語られてきた存在であったが、現代においては、魔導書物の代名詞的存在として様々なメディアで、その名前を目にする子ができる。ラブクラフトが作中に記した架空の来歴によれば、クルエル詩人、アブドル・アルハズラットにより、730年にダマスカスにおいて書かれた、アルアジフ、もしくはキタブ・アルアジフ、タブは、本。 書の意が原点であるとされる。アジフは、アラブ人が魔物の鳴き声と考えた夜の音、昆虫の鳴き声を表した言葉であると定義されている。ただし、アラビア語に、アジフという単語はない。ルイオン語として、うなる音、または、合音の意味を持つアジズがある。ネクロノミコンの表題はギリシャ語への翻訳の際に、与えられたものとされ、ギリシャ語のネクローズしたいから、ノモスを着てから、 エーコ魂表彰の合成語であり、死者の起き手の表彰あるいは絵の意とされる。アルハズラットの最後については、諸説があると設定されているが、執筆後に、白昼のダマスカス路上で、囚人監視の中、目に見えない怪物に生きたまま貪り食われたという、エピソードが、具体的な伝承として紹介されている。現存する反本の多くは17世紀版で、ハーバード大学のワイドナウト書簡。 パリ国立図書館、ミスカトニック大学附属図書館、ブエノスアイレス大学図書館などに所蔵が確認されているが、完全なものは世界に五部しか現存していないと設定されている。以下は、ラブクラフトが記した資料、ネクロノミコンの歴史の中で研究されている大歴であり、多くの作品中で事実として踏襲されている架空の歴史である。 ネクロノミコンは熱心なラブクラフトのファンたちによってその再現が幾度か試みられている。古くは1946年にニューヨークの古書店がラテン語版ネクロノミコンを販売目録の中にジョークで追加しほどの騒ぎとなった。1973年にはアウルズウィックプレスが贋作と明言した上であるアジフを出版。これは全ページを アラビア風文字の無意味な羅列で埋め尽くしただけのもので、コレクターズアイテム以上のものではなかった。1978年、ジョージ兵がジョン・ディーバンからの翻訳という触れ込みで、魔導書ネクロノミコンを出版。序文をコリン・ウィルソンが書いている。この本には実在しているジョン・ディーの暗号文書をコンピュータ解析によって解読したというものが載せられている。その内容は、 驚くべきことに、ジョン・ D の時代より数百年後に描かれた、ラブクラフト・ノクトゥールフ神話の内容と合致している。この解読結果が、作者や関係者のネクロノミコンに対する処刑にや、解読に至るまでの教などとともに、ネクロノミコン談笑と銘打たれて収められている。それまでに出版された、ネクロノミコンに不満を感じていたドナルド・タイスンは、2004年に、 ネクロノミコンアルハザードの放浪を出版。ラブクラフトが作中においてネクロノミコンからの引用として記述した文章をすべて盛り込み、より設定に忠実な再現を試みている。他にネクロノミコンのタイトルを持つ有名な書籍としてスイスのシュールレアリズム画家 HR ギーガーが1977年に出版した作品集があり収録作の一つ。 ネクロノーム法に描かれたことの怪物が後のエイリアンのベースとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。